さてさて。はい。最近は、うん、最近はっていうか、いつも飯食ってばっかりだから、うん、ちょっと違うことをしちゃいます。そうね。まずこれも気になってると思うしね。うん、で、説明して、ちょっと。はい。今、この、これがあるのが、これ、僕らに送っていただいたファンレターでございます。うんね、今までのね。だけではないんですけども、うん、この中に。全部取ってあるよね。全部取ってあるんですね。うん、で、うん、その中に、何人か、電話番号を書いてあるので、うん、ちょっとそこに電話しようかな。そうね。あるね、お笑い芸人さん。が、YouTube でね、同じような企画をやってて、はい、すごく面白かったから、ちょっとうちらもね、やってみたいなと思って、ね、ちょっと今回やってみるんだけど、はい、まあ内容としては、うん、今までね、まあ僕たち2018年から動画を始めて、はい、今までね、これだけのたくさんのファンレターいただいてて、で、中にはね、その電話番号を書いていただいてる方がいるので、うん、まあ、その方に電話をしてみて、ガチで。わぁ、で、今でも見てくれているのか、うちらどこでも応援してくれているのかっていうのも聞いてみたいなと思います。わー、すごい、怖い、怖いよ。ちょ、待って、こんなん無理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 で自分が言い出したね。こんなん無理。緊張するね。緊張するね。どうする、キレられたら。そんなことある？すいません、今、忙しいんですけど。いやそれはやばいと思う。やばいってどういうこと？まあ、丁寧にね、ご迷惑はならないよね。そうですね。そもそも電話かけるのが迷惑かもしれないけど。でも電話番号書いてるから。まあまあ、そうよね。電話して。いつかしら、何かしら。ってことですよ。うんうんうん。電話してください。っていうのを期待して、うん。うんうんうん。ちょっとやってみたいと。思います。思います。普通に、いける？え？なんか飲む？いける。本当かよ。うん。大丈夫よ。まあ、変に飲んでかけたりとかしない方がいいと思うから。そうかな。うん。いたずらだと思われたら嫌じゃん。いたずら。じゃあ、もう早速かけてみようよ。まあ、実際ね、出るかどうかもわかんないしね。知らない番号からかかってきたら俺出ないもん。だから、知らない番号の場合は、うん、まあ、留守番電話に。あ、そうね。言っときましょう。うん。でも、かかんなかったら、まあ仕方ないね。うん。うん。向こうからかけてくることを待とうと思います。うんうん、あれよ、スピーカーでやってよ。もちろんもちろんもちろん。何も聞こえないってなるから。わぁ、ちょっと待って、俺、これ、シラフでやれんの、こんな人。じゃあ、まずこの方からにしましょう。うん、この方は、うん、いつだろうなぁ。いつ送ってくれたかちょっと覚えてないんだけど、2、3年ぐらい前かなと思うのね。うん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 。よし。で、ちょっと電話番号も書いてるので。緊張する。緊張する、緊張するよね、これね。うわ、緊張する、緊張しない、緊張するよね。緊張するよ、それは。ちょっと待って、こんなん無理よ。じゃあやめよっか。やめないけど。出てくれるといいな。いや、出なかったね。うわー、平日だからね、仕事中なのかもしれない、今。でも、昼休憩中かもしれんしね。だってまだもうちょっとあと数分あるからさ。あー、そっか、うん、確かに。まあまあまあ、もしかしたら折り返しね、あるかもしれないから。置いとこう。待って待って待って。それはそれ、ちょっと電話出ないじゃ出ない。いや、それはそれで困る。待って待って待って。そういうパターンもあるよ、やっぱり。だって俺だと出ないもん。どうする、じゃあ、どうする、次チャレンジしてみようよ。ちょっと一旦、今の人はあれですけど、うん、次、この方です。うん。ああ、かけてみて。この人も、インスタとかで、メッセージくれるかな。あ、ほんと。かけますよ。うん。はい、もしもし。あ、もしもし。はい。さんのお電話番号では間違いないでしょうか？はい、そうです。少量チャンネルと申します。ああ。こんにちは。こんにちは。今、うん、お時間大丈夫ですか？あ、全然大丈夫ですけど。あ、ありがとうございます。はい。ちょっと今ですね。はい。ちょっと YouTube の撮影をしてまして。
はい。で、ファンレターいただきましたよね。あ、はい。以前。で、はい、電話番号を、はい、まあ、お荷物と一緒に記載されてて、はい。はい、で、電話を、ちょっとさせていただいたんですけれども、はい。はい。うん、なんて言いますかね。すみません、ちょっと、急にかけてしまって、もう大変申し訳ないんですけども。ちょっとびっくりしてます。あ、本当ですか？なんか、あんまりびっくりしてる感じじゃなかった。そうですね、確かに。本当はめちゃめちゃ緊張してますね。あ、本当ですか？本当ですか？ありがとうございます。聞きたいことがあって。あ、はい。まだファンですか？あ、それはもちろん。ありがとうございます。一番？はい、そうです。本当に？ごめんなさい、なんか今。めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。あ、いいえ、そんなそんでもないです。今何されてました？あ、今は、自宅にいるので、特に、ね。あ、そうなんですね。良かったです。良かったです。お昼ご飯とか食べるところだったとか。あ、全然、ね、お昼ご飯はまだ、いつも2時とかぐらい。あ、そうなんですね。あ、はい、じゃあタイミングが良くて良かったです。ありがとうございます、はい、本当に。ね、手紙書いてくれて、本当に、ね、いつも励みになってます。ああ、いい、こちらこそいつも、なんかね、いろんな動画を見せてもらうんで。ありがとうございます。どうですか？最近の動画って見てもらえてます？あ、そうですね、見てますね。あ、そんなに一時期見たり倍回っていう感じはちょっと正直ないんです。あ、そうなんです。そうなんです。まあまあそうですよね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかどの動画が一番好きとかあります？難しい質問ですよ。なんか、どこが好きとか、どの顔が好きとか、俺らのどこが好きとかあったら、それがモチベーションに変わるんで。でも最近やっぱり、はい、翔くんが結構大人っぽくなったなって。ああ、ね。4、5年前から見てるので。はい。なんかちょっといい意味で落ち着いてきてるというか。ありがとうございます。なんか、昔はなんかちょっと、可愛いキャラが、際立ってたけど、今ちょっとなんか大人っぽい格好いいなっていう感じが。ありがとうございます。よかったね。ありがとうございます。おかげさまで大人になりました。逆にりょうくんは、はい、いい意味で変わってない気がします。あ、本当ですか？すみません。すみません。お忙しい中、ありがとうございます。いえ、とんでもないです。はい。はい、じゃあすみません。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい。頑張って動画出していきますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、すいません。失礼いたします。失礼いたします。おー。いやー。いや、よかったね。いやー、ちょっと、緊張した。すごいよね、緊張。緊張したよ。いやー、まず、うん。まず、繋がってよかった。よかった。よかった、よかった、よかった、よかった。繋がってよかったし、うん。未だにね、ファンでいてくれてるっていうことを聞けて、すごく嬉しい。本当よかった。ねなるほどね。うん。こんな感じね。こんな感じね。こんな感じ。なるほどね。あ、よかった。なんか辛辣なコメント来るが、ちょっとヒヤヒヤした。ああ、そうよね。でも全然そんなことなかった。ものすごくいい方だった。ね。まあ一番かどうかは言わせた感あるけど。そうよ。一番使う扱い。よかったです。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしようか。いや、一人じゃちょっとあれよね。この方は、うん、どう？わかる？ああ、はい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 。なんかね、僕らのこの手紙送ってくれるときに、うん、大体なんかインスタのアカウント名とか書いてくれる人多くて。あ、そうね。インスタとかね。それで、Twitter とかね、あ、うん、なんとなく、あ、いつもいいねをしてくれるなとか、そういうのは、存じております。うんうん。はいはいはい。いきますよ。うん。次。はい。これシラフでやるのやばくない？おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。やべえ！留守電にもならなかったね。やばくない？
え、まあまあ、かけ、え、なになになに怖っ。何いやいやいやまだこの人もさ、折り返しあるかもしれないから。そうだね。うん、え、ちょっと待って、出て。出てよー。いや、逆になんかもう、出たら、ダメなの？いや、いい、いい、いや、そうじゃないと思う。今みんな出ないようにしてる感じ。やっぱ、平日っていうのが、やっぱ、大きいのかもしれない、ね。そっか、うん。よし、じゃあ、かけます。うん、この、次の方は、これいつかな？これも多分3年ぐらい前かなと思いますね。ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音の後にお名前とご用件をお話しください。あ、もしもし、お時間取らせてすみません。様の携帯電話でお間違いないでしょうか。少量チャンネルと申します。今回ですね、YouTube の企画で、お電話させていただきました。もし、お時間がありましたら、ぜひ、電話させていただくことは可能でしょうか。よろしくお願いします。なんで途中で俺にさ、え、だってさ、少量チャンネルです。どうもどうもでしょうが。あー、そういうこと。なんでああいうのってないのよ。俺が個人的にかけたみたいになるんけ。マジかよ。まあまあ、だから、何度も言うように平日だからね。仕事してんのよ、みんな。いや、そうっすよね。忙しいのよ。え、わ、うちらと違って。え、待って。うちは、確かに。暇なわけだよね。え、だってさ、え4人かけて1人出たよね。まあでも、いい方なんじゃない？そう？うん。いや、そうよ。だって俺だったら絶対出ないもん、知らない番号。え、ちょっと、どうする？誰かしら待つ？まあそうね。待ってみようよ。待ってみようか。うん、うん。折り返しあるかもしれないしね。来ない。折り返しがね。わっちょい、わっちょい。どうしよう。まあ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 、そういうもんじゃ、折り返しなかなか、しないよ。しないね。うん。なんか俺さ、うん、知らない番号からかかってきて、はい。急用だったらもう一回かかってくるなと思うもん。なるほどね。うん。一回だけだったら、間違いの可能性あるし、確かに。下手したら、なんか変な勧誘の電話の可能性もあるじゃん。確かに。多いじゃん。確かに。だから、一回だったら折り返ししない。そうだね。うん、で、YouTube、これ、今見てるのでさ、うんうんうん。で、電話知らないとこからかかってきてたら、俺らからかもしれないから。そうね。グラコロとか食べんじゃねえ。全部小麦粉とか言うやつ大っ嫌い。グラコロだってご飯入ってる？パンが小麦粉です。なんか LINE、うちらの LINE を見たいっていうコメントがあったんでしょ？見たい？え？見たい？もう見たい。自分見てんじゃん。おい、やめろよ。これはもうモザイクかけない。いいじゃん、別にうちら夫婦なんだからさ。こういうこともするわ。